はい。初参りです。では、この動画では iPhone で Facebook を使う手順を解説をします。まず、iPhone に Facebook のアプリを入れる必要があります。はい。では、まずこの App Store、こちらをタップしてください。で、この App Store はアプリを入れることができる場所ですね。はい。で、この検索、こちらをタップしてください。はい。そして、ここの検索の、この、 窓のところ、こちらをタップしてください。はい。そしてここに Facebook と入力をしてください。そして Facebook と出てきたらこちらをタップ。そうすると Facebook のアプリが出てきます。で、一度 Facebook のアプリを入れたことがある方はこのような雲マークになっていますけれども、まだ一度も入れたことがない方は、ここが今すぐ入手とかインストールとか、 入手というボタンになっていると思うんですね。こちらをポチッとタップしてください。はい。でそうすると、一度 Facebook アプリをインストールしたことがある方は、インストールが始まり、終わると開くのボタンに変わります。それから、まだこれから初めて Facebook アプリをインストールするという方は、Apple ID であるメールアドレス、それからパスワードの入力を求められます。 これ、App Store から初めてアプリをインストールするときに、その Apple ID のメールアドレス、そしてパスワードを登録しているはずなんですね。そのメールアドレスとパスワードを入力をしてください。それが正確であれば、インストールが始まります。そして終わると、開くのボタンに変わります。はい。で、開くになったら、これを押さずとも、このホームボタンを押してください。はい。そうすると、 Facebook のアプリが見つかるはずです。もしなかったら、さっさっと、このように払ってですね、はい、見つけてください。で、Facebook のアプリが見つかったら、こちらをポチッと押します。はい。で、パソコンで使っていた Facebook のアカウント情報を入れます。つまり、 メールアドレス、または携帯番号と、それから Facebook のパスワードですね。これもちろんメールアドレスというのは Facebook に登録をしたメールアドレスです。はい。で、この Facebook のアカウント情報を入れたら、ログインのボタンをポチッと押します。はい。で、これが正確であれば、この Facebook アプリにログインをすることができます。 フェイスブックは通知を送信しますよろしいですかと書いてありますが、これは基本的には OK を押してください。で、何かフェイスブックで更新情報があったら、こう、プッシュ通知といってですね、この、Facebook を立ち上げてなくても、この iPhone の画面にポンとこう、その更新情報が出てくるんですが、まあ、それをまあ嫌だなと思う方は許可しないでいいんですが、まあ、基本的にはこれ OK にしておいた方が便利だと思います。はい。では、OK をポチッと押します。 はい。そうすると、パソコンと同じように、この Facebook アプリでですね、投稿をすることができますし、それからメンバーサイトにアクセスをすることができます。で、これが、あの、この Facebook アプリのこうトップページであり、ウォールなんですね。つまり、あなたの投稿や、あなたの友達の投稿が見れるところなんですね。はい。で、基本的な使い方は、パソコンの Facebook と同じです。 何か投稿したかったら、今何しているの,のところをポチッとタップして、そして投稿する。写真をつけることもできるし、それから添付ファイルをつけることもできますね。これキャンセルをします。それから、いいねしたり、コメントすることもできます。はい。そして、最後にですね、まあよく質問を受けるのが、これどうやってメンバーサイトにたどり着けばいいですかという質問をよく受けますので、それを解説をして、この動画は終了します。 で、その他、こちらをポチッとタップします。で、グループ、ここをタップします。そうすると、参加しているメンバーサイトの一覧が出ます。ここで、例えば、〇〇同好会に参加していれば、こちらをタップ。はい。そうすると、このようにメンバーサイトにすぐにたどり着くことができます。あとは、メンバーサイトの使い方は全く一緒ですね。はい。で、フィードっていうところをポチッと押すと、元のあなたのウォールにたどり着くことができます。つまり、トップページにたどり着くことができます。 はい。以上、iPhone で Facebook を使うやり方についてでした。もちろん、基本的な操作のみの解説ですけれども、まあ、Facebook っていうのは基本的な操作の繰り返しです。この操作をとにかく使うと。で使っていくといろんなことが慣れて、で、分かってきます。ですから、この基本操作を使っていきましょう。よろしくお願いします。